赤い氷河期は、松本清張の長編小説。週刊新潮に、赤い氷河ゴモラに塩のタイトルで連載され、過失訂正の上、1989年6月新潮社から、刊行された。後に、電子書籍版画も発売されている。近未来のヨーロッパを舞台に、エイズウイルスを利用した、細菌兵器の作望を描く、予見的長編。 ソビエト連邦での改革が失敗し、独裁政治が復活、ヨーロッパ諸国はこれに対抗して、連邦を結成しつつある、という世界設定になっている。小説冒頭に登場する、シュタルンベルク湖上のルートビヒ2世にちなむ十字架、チューリーヒ市内アンスバッハ市街、ジルト島、ドイツミュンヘンの南に位置する、シュタルンベルク湖で、首のない人間の死体が発見された。 事件をめぐり、ネオナチによる生贄殺人、ヒトラーの近海をめぐる仲間割れ、などの説が広まる。だが、犯人はなぜ首を切断したのかスイスチューリッヒを拠点にエイズを研究する山城しか、作は、ひょんな縁で、謎の男、福光福太郎と出会った。事件に疑問を持った福光は、バイエルン州から、バーデンビュールテンベルク州を探索し、山上には、 不思議なしさを与える。徐々に山城の前にエイズウイルスをめぐる作動の存在が浮上してきた。ありがとうございます。